出るよ全然。嘘つき。じゃちこっちまだライブ配信にならないんだけど。あ、来た。あ、じゃあこっちで、うん、見て。皆さんどうもこんばんは。こんばんは。今日はね、配信ウェーブ送ります。クリアに来た。ウェーブ。さてさて、みんな今日はどんな一日でしたか。確かに。じゃあまず美咲ちゃんから。あ、どんな一日か、うん、聞くならね、自分も言えよっていう。そうだと思うよ。私は今日朝、まあ、意外にも9時頃に起床しまして、おお。っていう時間でもないけど、いや早いです。早い。私の中ではとっても早い。で、まあ意外とですね、料理してました。信じてない。信じてない。ちなみに何料理。ですね、クッキー作りました。ああ、クッキー、はい、チョコクッキー作りました。すごいじゃん。ほんと嘘みたいでしょ。なんで料理したの。あの、暇だったから。え、美味しくできました。美味しいよ、美味しい、すごく美味しいけど、あの、しょっぱいクッキーっていうのが完成しました。しょっぱいクッキー。しょっぱくなっちゃった。塩を測らなかったんですね。よくない。え、なんかお菓子作りって分量大事らしいよね。うん、あの、すごく、でも美味しいです。美味しい。はい、じゃあクレアは。じゃあクレアちゃん今日ね、あ、なんか言うたら何もしてないんだけど、うん、1個電話かけました。予約系。予約系じゃないんだけど、お問い合わせ系。クレーマー。違う。おい。違うわ。クレーマーかなって思っちゃった。じゃあ今の流れね。うん、違う、普通にちょっとまだ事情は説明できないんですけど、気になるんだけど、ある手続きがありまして。あ、その、この書類ってここでもらえますかみたいな。ああ、なるほどね。そう、結婚されるんですか。その電話が、そう、ちょっと、うん、電話というかその手続きがめんどくさくて、ずっと先延ばしにしてて、さすがにしなきゃなと思って、うん、今日朝起きて一番にやりました。もう素晴らしい。今日一日それを引きずりない、引きずらないと思って、うん、もう、あの、今日までね、ずっと引き延ばした分みたいな、うん、今日絶対するみたいな。でも電話してみたら意外と簡単で、うん、あ、早く連絡すればよかったって思っちゃいましたね。人生それの繰り返しだから。いろんなことにおいてね。でも私も、はい、はいはい、はいはいはい、ホワイトニングの予約しました。わかる。クリアもね、強制の予約しなきゃいけないのにもうずっとしてない。あ、私は強制ね、スタートしますって言ってから1年半ぐらい行ってない。もうね、ヨウカちゃんにもいつも怒られて。ヨウカちゃんにね、何回も言われてるけどまだ行ってないんだ。今年の目標は強制スタートすること。当たり前でしょ。もう契約してるんだよ。契約してるからね。契約したんだけど行ってないんだよね。でもちょっと一つ、ここのなんか経営者さん的な方がいらっしゃったら言いたいんですけど、え、強制の経営者さん。関係ない。あ、普通に経営者とか、うん、経営者なんだよ。経営者さんね、経営者。がいたら言いたいんだけど、あの、ネット予約可能にしましょう。全、あ、電話ね、全お店。でも歯医者ってやっぱなんだかん電話だと思うよ。うん、今はでもそうなんだよ、うん、当たり前で。そう言ってないから。しょって言ったでしょ。しょって言ったよ。あの、すごくネットだと私はできるので。わかる。ネットだとさ、うん、じゃあ夜中に思い出して夜中1時とかでもできるじゃん。でも大体そういう病院系って7時とかに閉まっちゃうから、うん、そうなんだよね。仕事終わりだと電話できないよね。私、その、なんて言うんだろう、初回はネットで予約できますっていうのとかあるじゃん、うん、なんか、はい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 、相談の予約だけは電話するんで、カウンセリング的なね。そうそうそう、なら全部してって思っちゃう。確かに、うん、経営者さんいたら。あの、ご検討お願いします。確かに、なんかその分、はい、美容室とか、うん、なんだろう、飲食店系は予約取りやすい。大体、ね、オンラインで行ける気がする、ね、電話苦手なのって。そういうこと？海？うん。電話、そう。あ、電話が苦手なのね。一歩、一歩いるね。ちょっと、ヨウカ来たよ、ヨウカ。ヨウちゃん？あ、クレタン新しいお洋服だって。あ、そう。あ、もしかして。え？何の、もしかして？宮崎ですか？あ、そう、宮崎。あら、そうなんですよ。あの、まあ、近況報告で言いましたね。うん、
あの先週の土曜日ですかね、うん、あのにゃっクレアちゃん今話してるじゃん話してるか出番持ってかないで、ね、話してるから出番持ってかないでよ本当に。今しかも大事な話ねえ宮崎の人怒ってるよ違う触れなくていいのよ大事なのか別にわざとやってるわけ。これから飲んでこぼすっつえもしかしてもしかしてこうしたと思ってんの。違う注目されるためにこうしたと思ってんのえそれ飲んで飲んえ口じゃないよ。いや口じゃないの今。違うよ口じゃないこう飲んでこう斜めのままかなわかんないねえ美咲って多分感覚もずれてるかもしれないどういうことだよ。この前も液体の袋開いて、まあ、こうやって置いたからね YouTube で。普通液体の袋もういいのよ宮崎の話怒っちゃうから宮崎そう、はい、で宮崎の雑捨てがありまして、はい、そこに私と陽子ちゃんで行かせていただきまして、うん、どうだった。いやなんかめっちゃ感動した。そうだよね。なんか多分自分の母校だからっていうのもありますし、うん、なんかねやっぱこう頑張ってる感じとか、うん、気持ちが入ってるパフォーマンスってこんな感じなんだなって思いました、うん、あ他の出てる子たち見てなんかリハーサルと本番も少しあの出番の前後は見れないんですけど、うん、見させてもらって普通にもめっちゃ感動する。わかる。でわかる。まあねちょっとこう並行してしまうってことですごい寂しかったんですけど、うん、なんだろうそれもきっかけで昔の人とかもいっぱい集まったりして、うん、あそうなんだ。そうお世話になった方もなんかこう一緒に生徒だった子とかもいっぱいいてね、うん、なんか楽しかったです。よかった、はい、それは。でその時にちょっとこの洋服をね、あそういうことなんだ。そう買ってもらったの。買ってもらいました。あいいの。そう可愛いでしょ。うん、久々に会えた方もいっぱいいるよね。めちゃめちゃスタッフさんとかね。スタッフさんも含めてね。そうなんです。そうバリスティックボーイズの日高さんも日高さんも、ね、出らっしゃってたし SG5 のねさやかさんも。ああそっか。そうだ。基本卒業生は4人って感じで4人で出ましたね。いやね引き続き頑張ってほしいね生徒のみんなには。まあ、なんか結構今後はダンス続ける子ももちろんいたし、うんうん、まだちょっと考えてますっていう子もいて。あそうなんだ。なんか困ってることあったら相談乗るよお悩み相談しようか。個人のアカウントとかあるしせっかくね。お悩み相談そういえば昨日ね昨日ガルガルチャンネルテレビで見てて。テレビ。おーおー。テレビで YouTube 見るんだけど、はい、あの冬キュン見た。まだ見てない。何の冬キュンだ。冬キュンエピソードを誰が出てるやつ。8日キラ。いやまだ見てない。ゆずとはなんだけどなんかねめっちゃ笑ったんだよなんか冬キュンなのにおもろい。そうなんて言うんだろう、なんか話が面白いとかじゃなくてなんか、うん、あそこスルーするんだとか4人に対していい意味でおもろ面白い。4人のこうそうそうなんだろう性格的なねテンション感がめちゃくちゃ面白くて、うん、なんかすっごい笑った。すっごい元気出た。でもガルガルチャンネルってなんかこう分かんない言い方っていうか分かんないけどサブコンテンツに見えて意外と私おすすめコンテンツなんですよあ YouTuber 私たち。いや YouTuber なれるって言ったらちょっと、うん、YouTuber の方に私はちょっと失礼かな申し訳ないかなって思うんですけど、うん、サブコンテンツに見えてガールズガールズのファンの方はもうぜひ全部見てほしいと思って、うん、あ分かる。私あの再生回数的に全員を見てないと思うんですね。あ、ファンの方は、はい、確かに。ただそのみんながサブコンテンツだと思ってるんじゃないかと。なるほどね。あれを、はい、でもちょっとプラちゃんプラしましょう。意外と、一個一個私たち、うん、企画もちゃんと話し合って決めてるし、うん、これもうちょっとこうした方がいいんじゃないってこう結構真面目に話し合いながら撮影してるところもあるので面白いなって個人的には思います。ぜひ見てないと多分ガルガルチャンネルさじゃあ全動画見てますって人いる。でもねいるんだよ。まあ、いるいるいてほしいんだけどねあのサイン会とかでそれこそ言ってくれる子がいる、うん、全部見てますって。でもなんかね
知り合いとか、うん、その目的のとか身の回りのスタッフさんとか、うん、そのなんか一番近いマネージャーさんとかじゃなくて、うん、ちょっと関わったことある方とかって、うん、なんかガルガルチャンネル面白いって言ってくれる。なんか知ってる人が見ると多分素すぎるんだと思う。確かに。みんながめっちゃね、めっちゃ素だからね。ちょっと自分で見れなくて時あるもん、素すぎてこういうところみたいな。あ、すっごいわかる。その動き反省会しちゃうんだよね、あれ見ると。あ、わかるわかる、わかる。うん、なんか自分のってね、うん、なんかこうまあいいことなんだろうけど反省してた、うん、反省会してるんですよ。反省といえばじゃないけどさ、うん、あの告白動画出たじゃないですか。ねえ、言わなくていいんだけどごめんなさい。でもごめんなさい、ごめんなさい。でも私も見てないんですよ、まだ。 見れないの。うん、全部見ないわけがどこにあるの。ありがて。告白動画みんなどうだったねえあのさ、本当に。でもさっきもコメント見つけたんですよ。なんて、あ、これに書いてた。セクシーなクレアちゃん最高です。ねえ、怪我する怪我する書いてありました。やだ、うん、最高って。本当にみんな本当に。美咲のドタバタキャラの方が最高ね。いや、ありがとうございましたしかないって。そんなことあります。いや、私、うん、実は昨日の夜上がってすぐ見たんですよ。あ、見たんだ。見れないって思ったけど、うん、まだ勇気自分がどれだけへんてこなことをしてるか見る必要があると思って反省しなきゃね。はい、ね、見たんですよ、うん、どんな照明で撮ってなんかもう企画自体はちょっとこうおちゃらけたものだから、うんうん、そのクオリティはもう知らないと、うん、まあ、だって罰ゲームだしね。そう、うん、どんな照明せめてもっとあっただろうって。自分の違います。あ、全員自分のはこう逆になんかこうライティングされて、ね、私はこう横からこう撮ってたんです。あの、だから別でね、なんかまあ別に、まあ、照明も何もって感じなんですけど、お三人方がこうなんか上からちょっと撮っててなんかね、変な照明の撮り方してて顔でも私もあのちょっと切り抜かれてたりとか、はい、この方が、ファンの方がね、スクショ上げてくれてたりするときに、うん、あのカメラマンさんの顔が浮かんだの。あれ、これ OK だったの、照明これでいいのか、これでいいのかな。私すごいここだけ暗くなってなんかこの辺だけ光入ってるみたいになってて、っ、ねね、でもそんなこと言いつつもね、みんなキュンキュンしたとか言ってくれて、優しいの。いや、優しかったよ。私も反応コメント見て、優しいけど見ないでくれと思いました。クレア優勝だったねえ、セクシーもう一回見たい。あれ、もう一回見た。やるわけないでしょもう決めたよね、4人で一生やらないねって。一生やりません。しかも申し訳ないんですけど、私的にはやりたくなかったことなのね、うん、だから拡散できないわけ昨日一回ガルフレに書こうと思ったら、まだ時間間に合ったから、うんうんうん、あ、上がったけどあんまり見ないでほしいなみたいな、うん、こう言ったら逆に見られると思って、うん、そう、確かに。あげなかったのね。あ、もう触れなかったと。そう、ガルフレでもで、インスタのストーリーもメンションされてる、されてますよ。いや、まだされてなくない。あれ、あ、強くしてクレアちゃん、発表されてるいや、ちょっと全員チェックしてる。あ、あれ、私来てる。え、違うやつじゃん。違うやつです。ですよね、私も。でも、それを仮にメンション来ても私はあげない。来てます、来てます、来てます。あ、来てる。うん。じゃあ、誰かがやってくれたのかな。でも、ごめん。なのに、でも、あげれない。あげれない。で、拡散をしないって良くないじゃないですか。良くない。だから、このコンテンツは良くないんです結果的に。こう戻ってね。考えた人泣いちゃうって、それ。本当に。考えてくれてる。メンバーも拡散したいって思うような企画にしないと、うん、良くないんじゃないかって。そうでしょ。あ、だからメンバーがね、ちょっと後悔というかさ、恥ずかしいなって思うようなことはやらせるなっていう。いや、恥ずかしいだけならいいけど、うん、こう、その子が言わないんだったら良くないじゃないか。良くない。ね、でもちょっとそれこっちにもプロ意識が足りないかなって。それで戻さなきゃいけない、うん、拡散しなきゃ。いや、嫌だと思わずに、うん、だってこれで代々木来てくれる人いるかもしれない確かにいるでしょ。告白されて代々木行こうと思ってくれた人。自分のプロフェッショナル力が足りなくて今反省してますでも私もそれすごい思ってる。
何に対して？え、あのストーリーを載せない自分の器の小ささいやね、思っちゃってる、ちょっと。そうだよな、嫌とか言わずに全部やんなきゃよな、うん、というふうに思いました。あ、代々木当たりました。そうだ、そうだ、ちょっと前だよね。そしてダブル会員の方が、ね、もう当選発表、当選報告ね、いただいてますよ、皆さん。うちの親も当たってます。待ってください、ダブル会員なんですか？当たり前でしょ。あなたの親もでしょ。みんなの入ってる。みんなの。そう、ダブル会員なんで。そうなんだ。え、当たってました？あ、応募してない。うん。え、だって入れるでしょ。え、入れるよ、あクレアのママは。あ、でも足りないんです、あの枠じゃ。あー、なるほどね、はい、知り合いもやぶ、私の親も自分のアカウントで応募してて、うん、あ、当たったって。そう、よかった、当たってました。ちゃんと応募した枚数当たってるって言ってて、よかったねって言いました。あら、皆さん、遊戯当たった、当たった、ね、でも私も数字見て、うん、あ、ダブル会員の方ってこんなにいてくれてるんだ、うん、あ、そう、ちょっと見させていただいて、そう、嬉しかったです。嬉しいですよ、本当にね。うん、親に見られるのね、両親の愛って書いて。そう、両親結構みんなね、両親来るよね、来る来る。もう恥ずかしいって最初は思ってたけど、もうもはやもう来てほしいよね。確かにな、うん、でも、もう親に見られるのは逆にもう何とも思わないけど、うん、久しぶりに会う親戚とか、あー、お友達とかも含めてね。そうなるとちょっと緊張する。確かに、わかる、わかる。でも結構あの、なんだろう、あの言ってほしいタイプだから、親とかにも今日ここ変なとこあったかとか聞いちゃうね。あ、私あれ聞くよ、え、ライブが終わって親に聞くベスト2。おお、はい、あ、当てていい？1個、あ、当てていいよ、うん、まあ、可愛かったかな。あ、それは聞かない、うん、あ、聞かない、あ、可愛いもんね、うん、でもちょっと近いんだけど、あの誰が一番可愛かったっ。え、で、そうなんだ。そう、私抜きで誰が一番可愛かったって聞く。そりゃ子供が一番だよ、だから抜くの。そう、だから抜いて、その中で誰がこう客観的に見て一番こう可愛く感じるんだろうとか。それ聞いて、へーってなるんです。で、その子をこう見るの、あ、ほう、ライブ映像とかで、うん、こういうのがいいんだ。あー、でも確かに大事よ、その一般というか、そう、客観的な、まあ、まあ親だからちょっと客観なのかわからないけど、うん、そう、見てと、もう一個、あと何でも、うん、そういう系、見た目、いや、何が一番系の何がなんだ、どの部分、どのパートが一番良かったとか。あ、近いけど、うん、どの曲が一番良かったって聞く。あー、そういうの聞かない？聞くっていうか、あの全部聞く、うん、全部聞く、うん。あ、でもあれやね、なんか特にアクティベートとかピアノあったからさ、あ、なんかその部分どうだったとか聞きますけど、もうなんかね、私の父の話していいですか？いいですよ、もう無責のおもろ父いるんですけどね、めっちゃあの厳しくはない、そんなにすごい厳しいとかじゃないんだけど、感想が、あの天秤、もうね、ネタバレとかないから言うけど、うん、天秤の歌をようかとママちゃんが歌ってて、うん、私がピアノ弾くっていう感じで、うん、結構父ピアノ好きなんですよ。やられてる？いや、しないですね。だけど結構 YouTube 感傷的な、そう、うちに来た時になんか最近ハマってるこのピアノの人だとか結構言うのだから、うん、まあ結構普段の感謝も込めて頑張って弾いたわけですよ、来てくれた時に、はいはいはい、そしたらあの電話かかってきて、あー、お疲れ様で、よかったね、少しずつみんな成長してるんじゃないかみたいなことを最初にこう言っていただいた、うんうん、言っていただいた後に、はいはい、お父様から、そう、まあピアノも良かったけどね、まあ、あの二人の歌がすごいいいと思って言われた。おお、おうん、わかる、ピアノ頑張ったよ、ピアノ頑張ったんだけど、言われて、そうだよねってめちゃくちゃ、それは私も思うからなんだけど、でも三人とも良かったよ、ありがとう、うん、うん、そう、そう思う、そう思う、いや、私はでも本当に美咲のピアノ良かったと思って、うん、ありがとう、ありがとう、あの母もピアノやってたんですよ、あ、そうなんです、ちっちゃい頃っていうか、うん、まあ子供の頃なんで、私も言いました、
ねえ、美咲のピアノ良かったでしょってよかった。そうで、私はいつも思ってましたよ。あのクレアストーリーに上げてくれたんでね。あ、そう、ああやって弾けるのいいなって。あ、本当に、まあ、単純な憧れもあるんですよ、ピアノ弾けること。あ、皆さんありがとうね、来てくれた人いっぱいいるね、そう思うと。あ、よかったよ、私もだよ。私も泣けた感動した、ありがとうございます。ピアノ泣けた感動ね。お父様でもお父様の変な話ね、もう言えないこともたくさんありすぎてね。先のお父さん本当に、うん、本当に気をつけないと、発言に私が。確かに本当に変なんですよ。面白いね。でもすごい面白いですよ、大好き、うん、クレアはいつもその美咲のお父さんの話を聞かせてもらって、うん、一番ね、多分ね、楽しみにしてくれてる。ちゃんと聞いてくれる。でもね、こう更新してくれるんですよ。だからいつ新作出るかなだからこうライブ来たとか聞いた日はねえねえ今日美咲パパどうだった聞いてる。本当に面白くて、うん、私は好き。さっきあのクレタンいつバク転するんですかとか言ってた。バク転、うん、何の話？え、私も分かんないですけど、どっかで言った？バク転したいんですよね、いつか言ったっけ。でも側転ならできるよ。あのね、綺麗なのよ、めっちゃ綺麗よ。クレアの側転意外でしょ。そう、意外にでしょ。側転は綺麗を言える。うん、結構練習してきたの今まで。なんかね、昔やってたんだろうね。だからやってたのは逆にめっちゃちっちゃい頃。そうなんだ。そう、でもちょっとね、体硬くなると大変なんで、一回柔らかくしてやんないと。ことなんだ。あんまこう綺麗に回んないんですよ。へえ、そうそう。みんなさ、アクティベートのこととか確かに言ってほしいな、感想とかね。もうネタバレ何にもね、なんかいざネタバレいいよって言われたら、うん、何言おうとしてたっけってなっちゃうんだよね。そうだね。でもやっぱヘッドセットになったのが大きかったかな。確かに。っていうか、あのあれです、裏側見てくれました？あれ見てほしい。私面白かった。あれ結構いいよね、うん、あの動画。っていうか、あのこの人絶好調本当にあれに関して本当にもうずっとやかましくてずっとうるさい。自覚あり、自覚あり。あれこそ見て反省した。なんか見て、なんかずっとなんかこいつうるさいなずっとなんか喋ってるし、うん、なんかずっと。いや違うんだよ、人に当たりも強いそこが面白いから。だからいっぱい撮ってるわけね、一、ね、日中撮ってるわけ。あれ回してましたね。で、面白いとこを抜粋したらクリアばっかりだったっていうだけでいや、ばっかりってことはないんですけど、映るたびにうるさいから、なんかこの人いっぱい映ってないってこう思っちゃうような映るたびうるさいはやばい。映るたびなんかしてて面白いね。アンコールワット、そうね、それもありましたね、私の。よかった、会ってて。ね。それがクレタンのギャップだよ、ハート。そうやって言ってもらえて本当にありがとうございます。裏川系が一番好きって言ってくれてた。あ、そうなんだ。ありがとうございます。やっぱやった方がいいね、そしたら。ねえ。なんかでもね、でもねって言ったらあれなんですよ。意外と大変なんですよ。まあ、あのめっちゃバタバタしてる中、うん、動画回してるんで、もう基本ね、誰が回すかとか、うん、誰がじゃあ外側まで行くかとか。なんか一回、うん、クレアが担当だったことがあったんだけど、あれね、そうじゃあ私のあの説明してもらっていい？私ちょっと いいですか、記憶が曖昧で。それででもちゃんと言おうと思うんですけどあの沖縄のTGC に出させていただいて、はい、やった時にこう沖縄の TGC にも出て、その次の日は YouTube も回してっていう感じで、うん、結構充実するあのはずだったんです、ね、スケジュールだったんで、その裏側カメラを回そうと、で、うん、私がやりますと多分言いました、自分からね、候補生だった気がして、なんか私なら面白い動画が撮れると、うんうんうん、もう撮る側ね、うんうん、で自信を持って、うん、もう行きの空港から羽田から撮ったよね。撮った。美咲と南の動画も撮って。そう、撮った。ね、もう本当に一生懸命カメラを回して、ここ絶対使った方がいいと思って、気合を入れて回して、こうファイルにまとめて、この動画よろしくお願いしますってマネージャーさんに送ったんですよ。そしたら、そっから2週間ぐらいしてからな、かな、映像持ってますかって来て、消しちゃってたんです、自分のフォルダからは。
で、そのファイルが7日ぐらいしか持ってなくて、うん、ほらほらどういうことどういうこと、もうその映像がこの世からいなくなってしまう本当にね、ショックだったの。だから、まあ要はマネージャーさん消しちゃったってこと、ね、消しちゃったっていうか、だからその7日の間に保存してもらわないとこの世から消えてしまう動画だったんで、でも私も30日保存とかにして提出すればよかったのに、なぜか一番短い7日で送っちゃって、あのあれですよ、ファイル便、そうファイル便よく私たち使ってるんですけど、ファイルをこうねまとめて、そうで、もう私は安心しきっちゃって自分のフォルダバッて削除しちゃった。なるほどね、7日か、7日にしちゃったのか。そう、もっと長い、なんで7日、もうそれから7日使ったことないですあ、30日間いける、トラウマで一番長いんだっけ30日、いや、なんか50とかあるんじゃないかな、うん、ありますよね、そっかそっか、だからあの動画本当に良かったのに消えちゃったあら、もうこの世からないんだそう、だからなんかちょっとなんかちょっと自分ももっと長くすればよかったっていう反省点もあるんだけど、なんかふてくされちゃってあの動画がなかった次の企画会議の時になんかの裏側を、あ、じゃあクレアちゃんリベンジで回してくださいみたいに言われた、なんでクレアがいたリベンジってクレアは何も悪くないって思っちゃって、確かに確かに、あ、私大丈夫ですああ、もう言ってたね、言ったよね、その時にその他のメンバーさせても、あ、もう裏側クレアやってくれない、一生一生やってくれない、そうそう思っちゃって悲しすぎるよね。その時はもう、あ、私大丈夫ですって言っちゃったし今後も回すことないです、悔しい、悔しすぎる。だってクレアにしかやっぱり撮れないものがいや、てか誰にしてもだけどね、その子こう特有のうん、うん、なんだろう、こう裏側感って出ると思う、ね、あ、クレタンとマネージャーさんでも罰ゲームだな、なんでなんでクレアいや悪くないでしょ、30日にしなかったからでも、まあ、それはある。でも本当にもうこの世からなくなっちゃったからどうしようもない、やめてその言い方これでもそうじゃない、そうそうだよ、復元できないんだよあれ、うん、いやだから、あ、結構あれなんだね、画像とかすぐ整理しちゃう系、そう、それもそれやな、なんであの、こう一般的な携帯なんですよ私の、こう仕事用とかじゃないから、あ、両用のね、普通にフォルダがなんだろう、もうそれなりにいっぱいなのにはしてるんですけど、うん、限界があるじゃないですか、うん、2個持ちならまだしも1個持ちには限界があったもんですよクレタン、もう1回やろうってどういうこともう1回裏側回して、あ、そういうことね、裏側やりませんみんなどうにかして説得してくれよ、私ね決めたことも絶対変えないタイプなの、わかる、でもクレア、ね、そういうところあるよね、いい時もあるし悪い時もあるよね、うんうん、そうなん、私が復元してあげる違う人やか、私じゃないか、そうそうです、今目の前にいるマネージャーさんではなくて別のマネージャーな、何急にあ、みんな私は悪くないの別にその方とも本当に私もすいません、向こうもこう、あ、ごめんねみたいな感じになって、もうそのことを引きずってることはもう全くないんですけど、うん、もう裏側回さないよってそれ、もう一回もう一回もう一回やってほしいですよね、やらないです次回の会議でじゃん、やらないですマネージャーさん、わらわら、マネージャーさん怯えてる怯えてるかな、もう私じゃないです、まあ少なくともガルガルチャンネルで回すことはないかな、うわー悔しい、ガルガルチャンネル最終回なのか、終わらすな、チャンネル併設、はい、併設するときはやるね、併設するときやるんだ、うん、その時まで待ってください、じゃあ一旦閉鎖するじゃん一旦閉鎖してもう一回やろいいよそれでもいいよダメ説得ファイト、マネさん説得ファイトって来てますよ、だからマネさんが言ってくれたら、じゃあ 何があったらできる、この傷に対してさ、え、閉鎖するなら絶対無理よ、それグループの存続だから本当にガールズガールズが終わるとき、うん、やめてよ本当に何言っちゃってんのもう何言っちゃってんの、その時はじゃあ回すよ約束、あ、それはクレタン個人チャンネル、いや絶対やらないでもクレタン個人チャンネルやったらね、自分で回さないとね、いや個人チャンネルをやらない、あれやんないの、うんでもあの別そうクレアちゃん編集楽しかったじゃないんだよね、あの
編集はしてない。そう、編集は、ま、お任せするんだけど、編集してなくなったらもっと、いやもう泣いちゃう。でも結構考えてた、これはこっからここの映像ですとかも多分私送ったんだよね。あ、そういうことなの。順番もこう考えてやったんだよね。まあ、まあ、こんなからもう一回。でも美咲ちゃん回したことあります？いや、ないです。じゃあとりあえずやるしかないんじゃない？次ある。うん、うん、でもあの最近すごく良くてね、誰って決めなくてもみんな自主的に撮ってるので大丈夫。ああ、もうありますね。っていうのもある。次何の裏側撮ってほしい？もう一個決まってるよね。一個決まってる、うん、そう、ちょうど昨日じゃん、 YouTube の企画会議オンライン。怒ってる？え？怒ってる？怒ってない。怒ってない。どうしたどうした？いや、オンラインの 会議っていうか決めるの前嫌って言ってたから。ああ、そういうことね、うん、でもめっちゃ気持ちわかる。オンラインちょっとやりにくいなって思っちゃう時もあるけど、ね、昨日もさ、めっちゃあの喋り出すタイミングがかぶっちゃう。だからこう誰かがさ黙ってて、あ、もしいないならやりますとかのタイミングってさ、人大体一緒じゃん。一緒なんだよね。そう、感覚が ね。だからこうあっていう時がかぶっちゃうよ、ね。かぶっちゃって、あ、ごめんなさい。ください。あ、もう全然全然みたいな。でそこで譲り合って、そう、あーもう。ダニーがね。昨日も会議やって。昨日ね。決まりましたし。そうそう。いやでもさ、ももちゃんがさ、うん、なんでこう自分のこと名字でずっと呼ぶんだろう。住谷です。何々やります。あ、住谷です。あ、今美咲と話。しかもめっちゃテンションも低い。あ、今美咲と話したんですけど、あのやるんで大丈夫です。あ、住谷と鶴屋ですみたいな。そう。なんでなんで。なんか暗いのかな。なんで暗い部屋でやってるのかな。多分。え、でもそれは思ってる。多分真っ暗な部屋でやってる。違うかなあれ。でも確かにさ、やっぱこう青空の下であの声出せないじゃん。多分絶対青空とかこう真っ白の照明ではないんだろうな。でもあれだ、ももちゃんって、ももちゃんちってあれがついてるの、テープライト、あの紫とかいろいろ好きだからね。そうそうそう、それかもしれない、ね、絶対あれだと思ってる。いやでも名字呼びない、そう、知らない人の前だといいんだけど、もうずっと一緒にやってる人の前で行儀惜しくなるね、急に。なんか緊張しちゃうのかな。緊張しちゃうの、ああいうところで言うのが。みんなももちゃんに聞いてみて、後で。今日会うよね。あ、今日会うね、うん、会いますね、この後。自衛隊で教育受けたのかな。なんで。うわ、もう30分も経ってますね。おう、やっぱ私2人の方がインスタライブやりやすいわ。あ、それはね、うん、でもこの前あの1人でね、あのお家からやったんだけど。あ、美咲ね。そう、すごいね、あの楽しかったよ。でも一人も本当、うん、だけど二人の方が話はいっぱいできる。確かに、うん、そうそうそう、やってたね。一瞬入った気がする。入ってた、入りましたね、うん、なんかしかもコメントしたよ。あ、髪伸びた、うん、あ、髪伸びたって言った。伸びた、伸びたのよ。でもね、クリアも伸びたよ。あ、言ってたね。え、でも同じくらいじゃない。いや、若干美咲の方が長いんじゃない。なんか笑ってる。頭の位置変わったらさ。あ、でも今合わせてました。えい、そんなもんだな。なんか受けてる。なんか受けてる。めっちゃ受けてる。あ、今度二人ともお家からワンコと一緒にやって。あ、あの実家帰るんだけど。実家帰った時に。確かに。コラボ配信。でもコラボ配信こそあれ起きるじゃん。こう同時。あ、みたいなね。なりそう。なりそうだよね。実家な。見て。うん？うちのワンちゃんにやられた。キーアザが見て、こっちも青じんたんって言うんだっけ。そう、宮崎では。え、青じんたんじゃないの。福岡青じんたん、アザ、アザ、え、青じんたんって言わないの。青じんたん、え、青じんたんって言うよね。青じんたんは宮崎だけ。そうなの、わかんない。そんな周辺青じんたんって言う。長いね、青じんたん。今ね、飼ってる大きいワンちゃん、大型犬がいるんです。ルカですか。誰。ニカね。ニカいるんですけど、いや、めっちゃ可愛いの。半年ちょいぐらいでもう、うん、もうわもうわん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 みたいな、もうやんちゃすぎて。いいか。しかも甘噛みできないんですよ。うん、ガチ噛みなの。あら、テンションは甘噛みのテンションなのに噛み方がもうえぐいのね。そう、だからワンちゃんあるあるだね。腕あざまみれなんですよ。そのさ、でも歯型とかじゃなくて、もうあざ系ですね。大丈夫。話さないんですよ、しかも。
やめてって言っても、このまんま、そう、あずっと加えたまま、そうなんだ、ガチガミしてくるんですよ。へえ、ゴールデン、ゴールデンとスタンダードプードルのミックスで、ドゥードルって言うんですけど、絶対可愛い、めっちゃ可愛いんです。アホタンかな、そうだ、アホタンだ、アホタン、福岡、うん、まああの大大わかんない、まあでもアホタンとも言う、うん、あでもアホタンって青ジンタの略じゃないのって思っちゃう。正式が青じんたんなんだ。え、なんで？なんか可愛いね、青じんたん。え、言わない？そういえばでも私も昨日お風呂で盛大にこけまして。なんで？恥ずかしいね。そう、考え事しながら湯船入ろうとしたら入る前にえ、朝できた？できたよ、いっぱいできたよ。こことここなるよね、お風呂でするとなるよね、うん、お風呂のね腰はほんと痛いね。痛いのよ。あらまあ、私たちはね次レッスンが、そうなんですよ、うん、でもねクレイ1個美咲と TikTok 撮りたくて時間ないけど大丈夫そう。ええ、いや撮りたい、私も撮りたい。あ、だって今日、そう今日あげなきゃ、私今日担当なんですけど、担当だよね、まだ撮ってないんですよ。それは撮らなきゃ、じゃあさライブしながら撮る。え、これ音源バンされるかなと思っちゃったんだけど、いけますっけ。ダメだ、ダメですよね。そうだからどっちしろ配信を切らないと撮れないんですけど、もうあでも間に合うでしょ、間に合う、間に合いますよね。なんかあの明るいところで撮る、せっかくだから。そうです、え、でも人いっぱいいるよ多分ね、すぐ、あ、入れ替わった後、あれ、うん、これでいける、いけるいける。いや TikTok ね、今日、じゃあ今日上がるじゃんね。今日上がります、今日上がります、楽しみにしててください。なえ、撮りたい音源があるの？撮りたい、別にこれで撮りたいってわけじゃないんだけど、なんかそれしか見つからなかった。見たいって言ってくるお願いだから言ってくれよ。 TikTok ってだって難しくない？なんかえ、どの音源にしようって思って1時間くらい悩んじゃう。あ、分かる。でもなんかすごいいいことだと思う。なんか撮りたい音源だけで撮る、うん、よりも今これがいいんだなとかで撮る方が、あ、でもそもそも撮りたいのがない。あ、ないね。でもすごい TikTok マンなんですけど、あ、そう、めっちゃ見るのに関しては多分、うん、分かんない、人類で一番見てる感じって言えるレベルで本当に見てる。やばすぎ、もう、うん、本当に、うん、スクリーンタイムエグいんじゃない？ちょっとたまに自分でも無意識で見ちゃう時がある。あ、開いてる。え、本当にこれちょっと言っていいか分かんないんですけど何、怖いライブなんだけど、あの、なんだろう、ライブでもリリーベでも一回はけて、なんかこう時間を確認するときに携帯をパッて見る瞬間がある。あるね。携帯をうち早着替えのとこ置いてて、うん、のときに TikTok を無意識で開く。別に見たいとかじゃないの。別にさ、ライブの合間で TikTok 見るやついない。で、別に見たいわけじゃないんだよ。でもこう時間を見るこの癖でこう TikTok を開く。で、開いた瞬間にそれはちょっと世界で一番見てるタイプ。だからあの早着替えではもうそもそも時計を見る時間すらないんですけど、うん、なんだろう、アンコールの前とか見てたんだだからリリーベで、あのアクセラレートのリリーベって結構1曲やるごとにはけたりしてたんで、そのタイミングでこう前髪直す時とかもこう携帯でこういう時に結構開く見てないよ、あの干渉してるわけじゃないんで。開いちゃう、開いちゃうってこと。なんかそれさ、こう連絡、何だからメールとかだと分かるじゃん。あ、連絡見ちゃうとかね、うん、メッセージとかなら分かるんだけど、うん、TikTok 開いちゃう。 TikTok 開いちゃうんだ。で、夜ももう2時とかにすっごい眠いの、もうなのにこつやばくない？え、それさ、多分ちょっと制限した方がいいよ。できない、できない。だから私 TikTok が廃止されたらどうやって生きていけるんだろう。あの時間をどうやって過ごすか。なんか意外じゃない？クレアがさ、うん、TikTok そんなに。そう。え、でも一個おすすめがあるわ。あのホーム画面から消すってできるじゃん。うん。で調べないと出てこないみたいな。あ、TikTok ってね。そう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 、はいはい、
それだったらわざわざこうやってしないじゃん。しない。だからここ見えてるから押してるわけだ。確かに。一回消してみな。じゃあホーム画面から消します。それでもとりあえずライブの時とか消すわ。ライブの時に開く癖は良くないじゃん。びっくりしちゃう。そう。でも最近多いよ、歩きながら TikTok 見てる人。あ、本当？うん、よくない。それはちょっと危ないかな。危ない。ね、音楽ぐらいは精一杯じゃない。うん、すごいね。じゃあ一番 SNS 何使う？まあ、大体主流が分かる。私的には3つだと思う。まあ、インスタ、TikTok、X？ うん。どれ使う？X かなー。あー、ぽいわ。うん、X 見ちゃう。え、なんかこう、ガールズ関係ないのとかも検索かけんの？うん、うん、でもエゴサマシーン。え、エゴサマシーン。そのさ、他の2つの SNS を抜くぐらい、うん、いや、あ、でもインスタも同じくらいかも。エゴサ？うん。あ、使う頻度ね。使う。あ、でもだ、気づいたら開いてんのインスタかな。でも、びっくりする時がある。たまに手が勝手にガールズガールズって言って X でやっててプロだなって。ああ、でもクリアも結構エゴサするよ。あ、でもエゴさんは確かにみんなよくするよ、ね、結構やってるよね、うん、うちのメンバーほとんど。じゃもう1日ね1回とかじゃないもん。うん、それは数時間おきにやってる。確かにね。うん、あれはもう癖になってるよね。あれもそうかな、うん、なんか なんて言われてるんだろうとかじゃなくて、そう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 、はい、検索検索みたいな。全然こう関係ないガールズガールズってやっても関係ないのも出てくるし、出てくる出てくる、うん、そう。特にでも、ね、あのみんながさ載せてくれてるストーリーもね見させていただいて。あ、メンションとかね。そう、メンションしてもらったのは。めっちゃしてくれてる、ありがとうね。ね、見てますよ。見てる見てる。いや、あっという間だな、二人でやってると。確かに。クレタの個人配信がですね、今度あるんですよね。何の話？いや、やってほしいね。やりたいと思って、うん、しかも、うん、ちょうどね、あ、なんでもないよ、うん、怖い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 。まあやります。うん、あ、やる？やりますけど近々かはちょっとわかんない。いや、近々やります。あら、嬉しいけど、いつやろうとか時に決まってないです。うんうん。じゃあ、なんか、うん、あ、怒られるよ、そういうの。セクシー告白配信やるか。あ、かわいい。ファンの人だとそのレベルになるんですね。ねえ、言い方、ね、メンバーが言ったらそのやんかやんか、そんな言われちゃうんで。やっぱりね、優しいですよ。ガールズガールズのこと一番大好きなのはクレアなので。はい、ね、知ってる、みんな本当に伝わって。知らないでしょ。知らない。でもメンバーは知ってくれてると思う。ね、愛がすごい。あー、でもこの前スタッフさんに言われてたじゃん、メンバーにも届いてないかもよって。それ誰に言われた？はい、あー、言われた。そう、なんかクレアちゃん、それすごいみんなに伝わってほしいみたいな感じで言って。私は知ってる。みさきは知ってくれてるよね。うん、だ、うん、じゃあみんなに広めていくわ、本当に。私が率先して。いや、でも私なんか逆に、いや、もういいや。さっきから置いて、そういうの。置いて置いて。え、でもすごい伝わってるよって。本当に。本当だ。よかったよかった。いや、皆さんありがとうございます。ね、そろそろ平日なのに。ね、ちょっと。自由に話しすぎたかもしれないんですけど、ね、特にテーマもなくコメントもねあんまり、うん、拾ってないよね。拾えなかった、ね、おしゃべりすぎちゃった。まあいろんなタイプの配信がありますんでね。でも個人配信するときは本当にコメントお願いしたい、うん、私は。あ、いや、コメントと、いや、そう、会話したい。みなみじゃない？あ、みなみ、みっちゃん、みっちゃんみっちゃんみっちゃん今から会うよね。合うよね。どんな内容でも見ますということで。はい、皆さん、また私もいつかやりたいと思いますのでね。クレアも近々あるそうで見てください。ぜひ。お家からやりますか？あ、あの日はね、あのイレギュラーだったんで。そうなの？そう、あの泣く泣くお家でという形だったんですけど。お家でやりたいってなんかダダコに言ったのかと思って。違う違うか。いや、泣く泣く
泣く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 なんだけどすごい楽しかったよ。でもなんか何が起きてしまうかわからないし、ね、なんか怖さ、ピンポン起きたらどうしようとかはあったから、かどっちがいいみんな。でもすごいね、私ゆずのインスタライブとかも家でやってるの。やってるね。いいなーって思っちゃう。確かに。みさきちゃんその日までにはアップデートしてね。これやろう。あそこめ出ないのよ。アップデートしてない、してないと思う。え、でもアップデートしたら出るの。出た。そう、ハートがバーって出るんだけど、私も出ない。インスタのアップデート。うん、おう、としやさんだ嬉しい、としやさん嬉しい。でもそこ出ないし、クラブやってないかも。でもアップデートって出てこないんだよねあれから撮るのがアップルストアみたいな。アップルストアじゃない、アップルストア、アップストア。電話来たよね。そう、電話来たりすると怖いので。怖いのそうなんですよ、電話来てすっごい焦っちゃって。え、電話来たらどうなるの、こっちの画面を見てる人の画面。あ、ね、パソコン見てたのね。パソコンでみんなからもらったあれストーリーのやつを見てて、うん、そっちで鳴ってた。で、こっちは変わってなかった。あ、携帯パソコンに電話が来たの。そう、連動して、連動して。あ、でも止まらなかったよね。あ、見てる人はそのまま、うん、おうち配信もう確かに電話来たら大変だよね。そう、うん、そうそうそう。じゃあちょっとね、クリアちゃん TikTok を美咲さんに協力してもらわなきゃいけないので、この辺でスクショタイムして、うん、スクショタイムしようか。はい、帰りますじゃないけど、帰りますじゃないけど、そろそろ終わります。あら、皆さん700人も見てくれてありがとうございます本当に。じゃあちょっとどんなポーズがよろしいでしょうか。はい、ポーズリクエスト今現在受付中。あ、猫耳。あら、2人だと狭い狭い。あ、じゃあ片方耳にしよう。いや、片方耳だと猫っぽくない。まあまあ、はい。これ可愛いと思ってるんです最近。あ、これ猫ちゃんハート、猫耳ハート。クリア、え、ちょっと待って、違う、なんか違う、こうだ。そう、ここでめっちゃ重くないあ、でもこのちょっとこの質感がいい。ほら、うん、あれでもさ、んなってるよ。なんか、あ、ここだ。あ、あ、こうだ。いい感じ。めっちゃうまいな。え、ちょっとやってみて。え、なんか違う。違う。なんかでもクマちゃんみたい。え、ここはこうだ。そう。あ、もう一回お願い、みんなもう一回お願い。で、うん、ここをもうちょっとしまわなきゃいけない。あ、しまえないね。だってこうだよ、ここを三角で出さなきゃいけない。こうで、そう、はいはいはい、はい、で外側は普通のハート。あ、できました。あ、いい、撮って。かわいい、マジいろんなハート出てくるよな。あとは何ハート、何これ、これチェリーピース。あ、チェリーピースね。うーん、はい、それそれでしょうか。あ、節分近いか。鬼さん、鬼さん、これ合ってる、鬼、鬼、なんかアリにも見える確かにね。さてさて、そんな感じでしょうか。そんな感じ、そんな感じですか。はい、じゃあ TikTok 撮ります今日、じゃあね、今日中に上がるんで。はい。あ、しかもさ、今日からジャケ写じゃない。ああ、そうだよ、ゆずちゃんから順番に。ジャケ写っていうか、あ、写か、まだ。そうと、あとプレイリスト、プレイリストそれぞれが選んだね、プレイリスト自信作です。うん、でも結構考えた。考えたよね。なんか一人ずつだから、そう、テーマに沿った曲を選ばなきゃいけない、数曲ね。まあ、でもテーマも自分でね決めていいんだけど、はい、だからなんかこう好きな曲だけバーって並べられなくて、うん、まあそういうテーマにすればありかもしれないんだけど。確かに、一人ずつね、まあしゃも、おお、そういう感じってなると、うん、分かる。あ、そう、あ、それねみたいなって感じ。なんかはあとかじゃないと思う。なんか、うん、分かる。まああともう数時間なんで、うん、はい、少々お待ちください。そしてぜひご覧ください。そしてね、今はガルガルファミリーとガルガルフレンド、はい、ダブルじゃなくても片方会員で、片方会員の方の代々木のチケット先行
始まりましたので待ってます。頑張ります、頑張ります。私もプロフィールに書いちゃった。え、ライブちょっとみんな書こう、みんな書こう、確かに、ね、クラちゃんっていう子いるんだって言った時に、よよぎ待ってて、行く。そうだね、これ全員でやるべきだと思う。全員でやるわ、今度の会議で言います。印象今もうやるよね。そうだね、うん、はい、はい、皆さんお待ちしております。ありがとうございました。ゆるっと配信でした。はい、またやります。ありがとうございました。またね、いい一日を。じゃあね、もう夜だけど。おやすみ。おやすみ。じゃあねー。